皆さんこんにちは。お腹がいっぱいすぎて死にそうなデデです。1キロ近くのラーメン食ったトッチです。死にそうです。死にそうです。ニンニクだ。で、皆さんお気づきの方いらっしゃいますでしょうか。普段とのドライブとね、逆の席に座ってるんですよ。なんだって。デデね、初めての運転。今そう、この埼玉県のラーメン屋さんまで来たから、こっから千葉のねコスコに向けて、そこまで私が頑張って運転するから、みんな応援して。安全祈願です。でも一生懸命カラオケをしながらね、このラーメンを消費しつつコスコへ向かいたいと思います。はい。じゃないとコスコに着いた時めっちゃ気持ち悪い気がする、ね、煽られても安全運転。はい、どうもデデです。お願いします。怖いよ、本当に大丈夫かな。あ、いけるね、いけるね、トラック行ってからにしようか。いけなさい。あ怖いよ、やばい、お腹が。今のうちにピースしとくよ、みんな。私の最後のピースになるから。怖いですね。教習所の時みたいな。みんな褒めて、コメント欄でいっぱい褒めといてね、私のこと。勇気づけられろ。そう、みんなの勇気、みんなに褒められないと私も二度目がないかもしれない。なあ、でもこれってさ、ドライブしながら喋るのが重要なわけじゃん。うん、喋れてないよね。そりゃ無理でしょ。なんかでも緊張のおかげでなんかお腹いっぱいでちょっと若干気持ち悪かったんだわ。お、声が安いね。しかもセブンもあった。あ、あ、みんなもうテロップにも書いてあると思うけど、もう言っとくわ先に、今日は多分ボケが、私のボケは少ないです。ごめんね。もうね、ボケとかしてる場合じゃないのよ。ここで受け出していくよ。で止まって。でそこ。どっち？でもこれどっちだっけ？左だね。左？でそこ。これでこれでこれでいい。はい、ストップ。はい、ストップ。パッキング。おい。エンジン切って。エンジン切る。じゃあ行ってくるね。お願いします。使えた。すごい使えるよ、これ。よしよしよし。はぁ、あ。はぁ、あ。でも3時間ってことは、この5、6倍ぐらいかかんなきゃ、かかるんですけど、ねえねえねえ、どうすればいいですかね、ねえ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 って。5、6倍どこじゃないか。88キロ中7キロしか進んでないから、あと10倍ぐらい走んなきゃいけないんですけど、ねえ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 。頑張ろう。頑張るね。よし、ガソリン入りましたね。入りました。ありがとう、じゃあ、行きましょう。いいよ。これ 25.8 キロ道なんなの？うん。やった。だって79キロあるもん、あと80キロあるよ。25キロの間にコンビニあるかな。あるんじゃない。25キロにさ、コンビニなかったらめっちゃおもろくない。どんだけ。ちょっと何キロあるか調べる。こっち側に。確かに、あれじゃ、十日親みたいになってんじゃん。国道1号線に何個お店があるか。さすがに、まあ埼玉とはいえね、こんな大きい道路でまっすぐ25キロあるってさすがに何キロあるよね。コンビニあったら入りましょう。うん、ではバイバイ。2時間が経ちました。まだ距離的には半分も進んでおりません。なぜ、もともと88キロでしたよね。はい、なんでまだ52キロもあるんですか。2時間運転してるんですか。長い長い長いなんでなんでなんでリンダ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 絶対歌えたじゃん。で、左側に行って、あ、そこに全部あった。あった、あったあった。どこでもいいよ。こっち？こっちでもいい？
ダメ？いや、またマジで迷って、全然行ってない。行けてる？えっとですね、皆さん、こんな感じになっております。切り、しかも一回切り返してしかも前から入れてんのに、すごっ。まだあと1時間半かかる想定になって、8時間に合う？これアップダウンのテンション眠っちゃってんの外なんねんいいじゃん。あんたは運転しながらだったらいきなり口多くなってね、口進化する。歌うこと2000年歌うことが本領になったから。傷つき誰にも打ち明けずに悩んでいたそれをもやめよう。何のままの姿見せるのよ。何のままの自分になるの。何も怖くない。さっき来たのさが腰が出てきた。少しも寒くないわ。私さ、オペラ歌手になれるだけの声量あると思うんだよね。あの技術はないよ、声量だけ。でね、オペラ歌手の声量バカにすんじゃねえよ。マジで。私も。すごくない？おーってやればいけるよ。もうそんなんじゃ足りない。あの、素質はあるかもしれない。そう、ポテンシャルはあると思うよ。ポテンシャル高いと思う。うん、ポテンシャル高いし、今まで出会ってきた中の誰よりも声でかいし、あの。でもね、私今日2時間半運転してて分かったことがある。やっぱり助手席が私のポジションだってことだね。いい、やっぱ助手席。いや、運転席でもいいんだけど、でも違う、でも駐車はシンプルに練習した方がいいと思う。私は減ったなと思って、前からであんななんだと思って。もうちょっとだけなんか真ん中行くかなと思ったらさ、ギリギリなんか入ってるか入ってないかぐらいだと思うね。あんだけスペースあって。でも私ちゃんと切り返す時あなたの指示聞いてたよ。でもあなたの指示聞いてもちょっとずれしたもん。それはちょっと先生の後ろにも。俺戻してって言ったのに戻してないで一回切ってたから、もう一周あんたなって。じゃあこのままコスコに向かいたいと思います。はい。まあコスコ着くまでにちょっと面白いことがあったらまた撮ります。バイバイ。バイバイ。おはようございます。おはようございます、デデさん。着いたよ。何時？7時ちょうど。休み。はい、ということで、あっちゅう間に夜になってしまいました。今日は私のがコスコまで運転するはずだったはずがあまりにも時間がかかりすぎてトッチに交代してしまったの回でした。そうでしたね。でも私個人の感想としては、思ったより普通の運転はまあなんとかなったけど、マジで駐車が以前よりひどくなっていて本当に駐車をどうにかしないとマジで一人で運転ができないなと思いました。そうだね。いやでも、まあ、無理だったらあんな頭からビッて入れればいいだけじゃん。頭から入れるのもセンスなかったんじゃん。まあとりあえずもあの今日の目的はね、いろいろ達成できたからね。そうだから、もうね、なんだかんだもう8時過ぎてしまったので、ね、これから渋滞の中また帰って今日はゆっくり寝たいと思います。寝ます。ちょっと正直この動画の、撮れ高がめちゃめちゃ不安なんですが、あとはきっと編集で面白くなることでしょう。今急に明るくなったのかも。最後に気休めて気がしてる2人。ね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まあ本日の動画で良ければというかマシだなと思えば、チャンネル登録とコメント及び高評価、またツイッター、インスタグラム、サブアカウントのフォローもよろしくお願いします。マシ。それでは次回の動画でお会いしましょう。ショー。バイバイ。バイバイ。